YouTuber やる前は何やってたんですか。確かに気になる。え、うん、え、私女子アナやってました。はい、アナウンサースカパーで女子アナやってました。スカパーで、はい、やってましたね。なんかそれで記者会見行った直後に実は元男の子でしたみたいなことをこうなんかサイバーエージェントの社長の藤田さんとかにやってましたね。そしたら睨まれてめちゃくちゃ。経験人数は何人ぐらい。言えなかったら言えんでいいよ。言えるもし言えるなら経験でいいですか。はい、気になる。でも100は超えてるんじゃないですか。え、マジ。はい、男と。はい、100は超えてますね。それはカミングアウトしてからやるのか、それとも言わずにやる。だってパッと見分からんけん。俺それ多分言わんかったら女の子と。でも最初ほら持ち帰りされたとかってことですか。そうです、そうです。はい、なんか性転換した直後ってやっぱりすごいなんかハイになってるんですよ。もうこれでみたいな、呪縛が解けたみたいな、なりやりまくってました。でも向こうにはカミングアウトせずに、ああいう場合もありますけど、行った時にすごい胸ぐらつかまれたことありまして、それ以来は言わずに済ましてました。当時はカミングアウトして持って帰られてるってことですか。確かに。なんで胸ぐらつかまれて、実は元男なんだみたいなこと言ったら、胸ぐらつかまれましたね。ふざけんなって。はい、その人、海外の要人の SP やってた人なんですけど。どういう人なん SP。 はい、間違いない。その手術した後も、はい、気になるんやけど、穴が出来上がるってことよね、はい、だけど男は気づかずにエッチできるってことよね。そうです、はい、これやっぱ気持ちいいもんな。確かに。もうめちゃくちゃ気持ちいいです。あ、そうなんや、ちゃんと、はい、もう最高。あ、そうなんや、はい、今日のこの 2,4,5 人の中でやりたい人、銀太さん。おお。改造なんで。しかも改造チンコっすよ。え、なんで改造。いや、僕チンコ改造してるんですよ。パール入れてるとか。パールじゃなくて、シリコンリングとシリコンボールを入れてるんですよ、うん、なんでですか。いや、僕普通に誘われたんで、入れたらどうって言われたんで、じゃあ入れます。入れておいでよみたいな言われたんで。誘われた。改造同士ですね。確かに。逆に銀太はもうただただ性格タイプな、顔がタイプな。いや、もうすべて。全部知ってるんですか、僕のこと。あ、もうはい、知ってます。ありがとうございます。もちろんです。じゃあ今夜よろしくお願いします。おお、やだ。決まり？今夜決まりだしね。野球。野球の話でもさっき盛り上がりました。地球芝居やけキャッチボール相手にもなる。確かに。呼んでください、呼んでください。タブコロンがタバ入らないで。やばい。じゃあ次の質問いいですか。はい。頭取ると性欲減る代わりに食欲と知識欲が増えると聞いたことがありますが、どうですか。全くないです。ただあるのは母乳が出るようになりました。ガチ、はい、ガチ。びっくりしました。それはたまたまを取ったせい。それたまたま取った瞬間に母乳出ました。ガチ、はい、人間の体ってすごいな。すごっ。